ご提供いただいたアイケアデスクライトをご紹介します。まずこのデスクライトの電源はここのリングのところでオンオフができます。で、なんといってもこのデザインが素敵です。そしてここのつまみの部分で明るさを調節できます。今は電球色です。そしてこれを一度、もう一度押すと今度は色温度が変えられます。今このちょっと青みのかかった中光色、そしてこのダイヤルを回すと先ほどの電球色、色温度が 2700K から 5000K まで変えられます。そしてこの中光色でもう一度押すとこの色味で明るさが変えられます。そしてこのアイケアのデスクライトの特徴として、ここに読書モードとデジタル読書モードというライトの設定ができます。このリングのところを長押しで2秒押します。で、今オレンジ色のライトになっているのがこちらが読書モードです。読書モードはここのライトの部分が全部均一に光っていてくっきりはっきり文字が見やすいです。でもアイケアという名前がついているようにブルーライトカット、国際規格のものがあって、ブルーライトから目を守ってちらつきがなく、とても目に優しく読書ができます。そしてまた2秒押してみます。するとここが緑色になりました。これがデジタル読書モードといって、ここの長い光る部分の中央部分が少し暗くなっているので、このパソコンの画面のところは少し暗くて、そのサイドが光って、これもパソコン作業がしやすい明かりの設計になっています。これすごいなと思います。そして、普段は電球色の明かりが落ち着くと思うんですが、この電球色にしてこれぐらいかな、こうして電源を切ります。そしてもう一度つけた時にいろいろこの設定ができるんですが、読書モードやデジタル読書モードやいろいろ色温度も変えれて、でももう一回つけると先ほどの一番最後に消した電球色のものになってくれるので、これもいいなと思います。また最初から設定をし直すのではなくて、こんな感じです。で、一番感じたのがやはり明るいんですが、すごく目に優しくて綺麗な明かりだなと思います。横にある手ぬぐいも照らしたりしてるんですが、とてもいい明かりです。Thank you.
Thank you.